情報スピークです。眞子さまと小室の結婚が迫る中、韓国でも大々的に報道されたようですし、東京ではデモも行われたようです。トウスポによりますと、韓国メディアが眞子さまと小室さんの結婚を大特集し、日本の皇室にとって危機直面の開始日と位置づけた。お二人のご結婚が10月26日に迫る中、隣国の韓国でも注目度が高まっており、同国メディアハンギョレが眞子姫の結婚が意味するものとして大々的に特集した。お二人の馴れ初めや小室さんの母親に関する疑惑、そして日本国民の多くが今回のご結婚に反対しているとの世論調査の結果などを紹介。そして日本人の声として、皇室は欠陥がなく綺麗であるべきなのに、小室家がそうではなく似つかわしくないと見ているようだと伝えた上で、欠陥のない皇室という表現が足を踏みしめて生きる現実世界からは遠くかけ離れたように聞こえたとの見解を示した。皇室の制度が眞子さまと小室さんのご結婚が大きな転機になると指摘、今後大きな影響が出るとした。お二人のご結婚をきっかけに、韓国でも日本の皇室への注目度が高まっている。とのこと。あの国にだけは馬鹿にされたくないけれど、恥さらしの報道をされても反論できないことが悔しいね。コメントにも嘆きの言葉が多く出てます。また、デモについてですが、同じトウスポから、秋篠宮家の眞子さま、29と小室圭さん30の結婚に反対する行進デモが16日都内で行われた。皇室ニュースを配信している皇室系 YouTuber の圭氏が企画したもので、今月10日に行われたのに続き2回目。前回よりも多い130人以上が参加し、8割は女性。それぞれが皇室の危機、小室家真っ黒、皇室を守りましょう、茶番会見やめろなどのプラカードや日の丸を掲げ、日比谷、銀座の約 1.5 キロを40分かけて練り歩いた。眞子さまの結婚と記者会見が行われる26日にも、都内で行進デモを計画しており、祝賀ムードとはほど遠い異例の事態になっている。ネットでは批判の声が大きくなってるけど、相変わらず地上波は祝賀を演出するような印象操作をしてますね。土曜日ということもあって、前回より人数も増えてるから当日はもっと増えるかもね。当日は平日だからどうかな。こういう批判の声が大きく上がっているにもかかわらず、結婚休校し、あれほど面会しないと言ってたにもかかわらず、秋篠宮様は小室と面会する。結局、許しているってことやん。本当に陰では何をしているのか？疑わしい三宅ですな。会見費用は二人が自費で払うなんて発表してるけど、小室は金ないし、眞子様のお金でしょ。お手元金から出すと思うけど、それももともとは税金やよ。国民から巻き上げた金を使ってるということ、わかってるのかな？アメリカの日本人会の名誉会長なる人とかも小室を援助してるらしいけど、もう少し日本のことを考えてもらいたいね。眞子さまの結婚強行で、先々の皇室に関する心配が大きくなってきてるけど、日刊現代が眞子さま結婚で皇位継承さらに先細り、旧宮家の復活、愛子さまとの養子縁組ってなんだ？という記事を書いてます。岸田政権になり、共同会見でも女系天皇に反対を表明していたし、女系天皇に反対する高市早苗を政調会長に起用した以上、岸田政権で女系天皇が実現することはほぼなくなったと言える。とのこと。これは良かった。高市さんの功績は大きいね。はっきりものを言ってくれた。ここで男系男子に限らず女系も認めるなんて言ったら、支持率は大きく下がるでしょうね。
前の菅内閣の時には、有識者会議は女性皇族が結婚後も皇室に残ることと、旧宮家の男系男子を皇籍に復帰させて皇族と養子縁組させる案が検討された。岸田内閣でも継続して検討していくというが、ポイントは旧宮家の復活ということ。終戦時には14宮家があった。秩父宮、高松宮、三笠宮ら昭和天皇の皇帝にあたる直宮家と、天皇家の直系ではない11宮家である。ほとんど明治になってからできた宮家だが、敗戦後の日本を統治した GHQ は、3つの直宮家を残し、11宮家は特権を剥奪、皇籍離脱を迫られた。天皇の権力を削ぐためである。簡単に言うと、一時金を交付して皇籍離脱させ、そこへ財産税をかけて大半の資産を没収したのだ。例えば、敗戦後の伏見の宮家の財産は790万円だった。現在のお金で推定40億円ほど。すごい資産があったんよね。それに、ほとんど明治になってからできた宮家なん？なら、令和になってから宮家を作っても良いわけやね。そやけど男子がいない。現在残っている女性皇族の年齢からして、愛子さまが鍵になると記事は書いてます。結婚相手に誰を選ぶかという、極めてプライベートな議案なのに、肝心の皇族が蚊帳の外というのも恐ろしい話である。どうも政治家は皇族に対する人権は考慮しないらしい。とのことです。記事では、旧宮家の養子は、今の皇族の人との結婚になり、皇族の意思が無視されているような記事になってますけど、愛子さまが旧宮家の人と結婚して男子が生まれれば、男系男子になるから、もちろん皇位継承の対象にすれば良いと思うし、記事には書いてないけど、武田常康さんが言ってたことは、小さい子供の頃、それこそ赤子の頃から旧宮家の男子を皇室に養子に迎えて、育てていくという案もあります。それなら庶民連れしているとかそういったことも回避できるんやないかな？とにかく、今の秋篠宮が皇位を継承することにちょっと違和感を感じるからね。先祖も遠い親戚から呼び寄せて天皇になってもらったこともあるから、天皇の血筋のある人を養子にすることが良いと思うね。コメントにも、愛子内親王殿下こそ、次の天皇にふさわしいお方です。旧宮家の復活も含め、国民に敬愛されるお家が皇統を継げるように、皇室典範をその都度見直してほしいものですね。愛子さまが望んでいないなら、周囲に余計なプレッシャーをかけてほしくないな。愛子さまには、のびのび好きなことを学んで行動してほしい。天皇制は令和で終わりでいいよ。現役のうちに今上天皇が宣言してもいいと思う。いや、もう解体でいいんじゃね？例の内親王の強引な結婚で、どのみち破滅に向かってるんだし、彼女がもっとまともな男性と結婚するなら議論の余地があるけれど、父宮が完全感動しない限りは、もう無理でしょ。あの夫婦に子供ができたら、もう皇室はアウト。国民と皇室の信頼関係が崩壊している現状で、次期天皇に敬愛できる方を望むなら、愛子様しかいないと思います。もしも愛子様が、ご自身の意志で天皇になることがなくなった場合には、皇室がなくなるのも仕方ないと思います。個人的には、今回の結婚によって無理して皇室制度を維持する理由がなくなりました。コメントは愛子さまを推すという人と、眞子さまのことで、もう皇室は廃止にしても良いという話の両方が出てます。このまま悠仁さまが皇位継承していくなら、義弟が小室になるから、権威はまた落ちやね。やっぱし、旧皇族の男系男子を何人か養子にしたら、秋篠宮一家揃って皇室から出てもらいたいね。今回は韓国が
眞子さまの結婚を特集したことと、デモが行われても強行結婚することで、男系男子の話が有力になってきたという情報でした。ご視聴ありがとうございました。今後も気になる話題をアップしていきます。次回の動画で会いましょう。